おはようございます。今日もね、もうなんかもう正直 YouTube のネタが消えて困ってるんだ。ちょっと先週大変なことがあって、ちょっといよいよお迎え来たかっていうね、ちょっと死にかけたんですけれども、まあそれとは全く関係なく、ちょっと最近技研サロンで、起きた、まあ奇妙な出来事というか、まあいつも奇妙な出来事なんだけど、今回平間さん、まあ、通称師匠と呼ばれている、方が、うまい棒をですね、うまい棒を4等分するという謎の競技をやっておりまして、その一部始終をご覧ください。どうぞ。ここを使うね。はいはい。中指？中指の骨の部分を。うん。ちょっとやりすぎちゃったけど。失敗してました。失敗して3本になっちゃった。すごいっていう感じで、ぜひ、はい、じゃあ次やってみましょう。いやいや、もう一回ちょっとやる、もう一回ちゃんと成功したやつ取らないと。すげえ真剣な顔してやってる。全身全霊込めてる。そうです、結構神経集中して。そうそうそう、そうなんだよ。そうなんだよ。あー、これ失敗した。またこれも、あ、でもギリギリ、おお、4等分だ。なんで、なんでそうなんだろうね。謎ですね。謎。得意げ。唯一これ取材で使ってて一緒に来たんで、あとこれ以外何もやってないんだ。部活これ、うまい棒割り部。茶道部で、茶せんでコーヒー立ってました。それ茶道じゃないね。カプチーノ。これ解析したらイグノーベル賞取れそう。なんで、なんでそれで4等分なんの。それはやっぱり友達が4人いたら4等分するし。いや、そういうことやね。それはモチベーションじゃん。それは食べたいぞ。俺はメカニズムを聞いてんの。いや、まず私の勝手な思い込み理論で言うと、うんうん、まずこれを単純に上からなんていうかね、鉄こう硬いもので上からやったら単純に2つになるじゃないですか、多分。まあそうね。で、それで与えつつ、ポイントは多分ここなんだと思うんですよ。このここをちょっと出して、うん、気持ちこの先で押し込むことによって縦も割るんじゃないかなと。この部分、メリケンサックみたいなこと。メリケンサック。メリケンサックって知らないってよ。なかなかちょっとよくわからなかった。じゃあここにこう箸を置いてこうやったら、あ、いけると思います。いけると思います。そうだ。いけると思います。ちょっとちょっとやってみます。ロンパにまとめればイグイグの部分はいけるんじゃないかな。はい、いけるんじゃないですか、これ。いくない。うまい棒4本割り、うまい棒を4等分するっていうので、それを全部うまい棒日本にしかないだろ。いくのお値段だったらいけるかもしれない。いきますよ。それが最終的には師匠が透明なうまい棒をこう、理論はこうだ、バーン。世界ですね、霊界に。スーパースローでしてるよ。お前しょうが、透明な袋作れないでしょ。透明な袋でくれって。ちょっと、清水さんもちょっとやってみよう。いやいや、食べ物で遊ぶなっていうクレームが来るから。ほら、この通りだ。4回食べれるからね。4倍食べれるからね。どういう回数、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 回数4倍ね。スープにするって技もありまして。ああ、スープね。これを4分ぐらいで、こういうスティック1杯分ぐらいのスープになるんで。ああ、それ1本だよね。1本だよね、それね。これを、これ4本分ぐらいで1杯分ぐらいに味がつくんで、それで飲めばもうあっという間になくなっちゃうんで。ちなみにコーン、これのコーンスープ味っていうので、コーンスープ本当に作れるのかっていうのもやってみたんですけど、なんだ4本か5本あればちゃんとコーンスープに
なってくれるんで、もしお金が出たと、あの多分そういう人がいるんじゃないですか。コーンスープ、これでコーンスープ作ってる人いるの。一瞬でバキって割れるんだけど、うん、完全にイグノーベル賞ねえからね。だからイグノーベル賞委員会おそらくうまい棒知らないので明太味が明太子の代わりになるとか知らないんで